皆さんこんにちは、葵です。はーい、今日はですね、原宿にやってきました。昨日の夜、餃子をたくさん食べてしまって顔がむくんでいる伊原葵です。この Vlog が終わったら顔がいつも通りになっているでしょうということは置いていて、今日なぜ原宿にやってきたかと言いますと、みんな知ってる豚カフェって小豚さんがいるカフェがあるんですけど、それを見つけて、行ってみたいなと思ったので今日は行ってみたいと思います。で、原宿あんまり来ないので、なんか珍しい感じのやついっぱいあるじゃないですか。だから、それを食べたりとか、ちょっと遊んでみたりしたいなと思ってます。なので今日はそんな様子を一日お届けしますので、ぜひ最後まで見てください。豚さんカフェは予約してきたので早速向かっていきたいと思います。それではレッツゴー。今豚さんカフェに来ました。個室をね、予約したので、個室でこんな感じでここに豚さんが来てくれるみたいです。ちょっと来るまで待ちたいと思います。結構多いよ、来てる人。海外の方にもすごい人気みたいだけど、結構、平日なのにめっちゃ人が多い。楽しみ。こんな感じでドリンクもあります。アップルジュース。梅子です。梅子ですか。はい、おいで。やっと懐いてくれました。見て、今可愛い。二人とも赤ちゃんなんですけど、これぐらい大きくて、しかも同じ時に生まれたのにこんなに体格差があるらしくて、兄弟なんだけどこの絵柄が違うというか言ってました、店員さんが。今見て、気持ちくて寝てる二人とも。梅子爆睡、かわいい。ここはなんか個室となんかこう広場みたいな感じがあって、予約をしてたので個室です。で、豚さん、あ、足かけた。豚さんの温度を保つためにあったかいのでめちゃくちゃ暑い。で、30分で豚さんを交換してくれるっていう感じです。今は梅子とムックが私の足の上に乗っております。あったかい、めっちゃ。最初は多分緊張してるし、なんか場所もあれ狭くなっちゃうからあれなんですけど、だんだん慣れてくれます、場所にも。梅子とムックの体温がすっごい高いのであったかい。バイバイします。ムックと梅子が、バイ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 。梅子は定位置に来ておるよ。梅子、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 梅子。やっぱりそうですよね。はい、いっちゃいました。しずくです。しずくちゃんですか、はい、ちゃんですか。まなと女の子。しずく、はい、またちょっと一回警戒タイム入ります。兄弟です。スノウ、はい、スノウくん。スノウくん、スノウくん、しずくちゃん。スノウくん、しずくちゃん。違いが分からん、どうしよう。え、どっちがどっちだ。ちょっとスノーはこっちで、しずくがこっち。スノーの方がこの左のあれがあるんですね。スノーくん、あ、どっちだったっけ。しずくちゃんやん。見てください、今スノーくんとしずくちゃんが、この子たちも兄弟です。これは、お、とっ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 と。はい、最初の、人見知りタイム入りました。おいで、あ、来た来た。ほら、スノーくんです。あー、でも行きます。こんな感じです。
スノー君としずくちゃんは兄弟なんですけど、スノー君の方がおっとりしてて、しずくちゃんの方がおてんばって感じ。今ね、いろんなことが気になるみたいで、なんでも好奇心旺盛で、ほら今やっと2人が懐いてくれて落ち着いてくれました。かわいい。さっきの2匹とはちょっと違って兄弟で柄が似てますね。こんな感じでかわいい。マイビッグカフェに行ってきました。時間は60分制で、個室だと別料金がかかるので1000円プラスで個室にもできます。で、30分で豚さんが2匹交代という形なので、合計4匹の豚さんと遊ぶことができます。で、ワンドリンク制なので何かドリンクを頼まないといけなかったです。で、私はねアップルジュースを飲みました。で、あの豚さんにもすごい性格とかがあるので、相性は、スタッフさんが決めてくださって入れてくれるっていう形です。今回私はね兄弟を2回遊んだんですけど、全然性格が違うなっていうのを30分だけでも感じられるので、人間と同じでいろんなね個性を持っているなっていうのを思いました。で、本当にやっぱ触ってみるとなんか想像と違うぐらいしっかりしてる系なので、ぜひ体感してみたい方は行ってみてください。で、すっごくすっごくあったかいので豚さんがね、なので暑くなっちゃうので、薄着をねしていくことをおすすめします。ぜひよかったら、癒されてみてください。はい、じゃあ、私朝から何も食べてなくてすっごくお腹が空いたので、原宿の竹下通りで何かね食べ歩きしていきたいと思います。それでは行きましょう。今ね竹下通りに来たんですけど、平日なのにめちゃくちゃ人が多いよ。で、何食べようかなっていうところなんですけど、あっち、うわ、こんにちは、太陽が、光合成が、今なんか長すぎる食べ物集合って、あーやばいやばい、光合成、あーこんにちは、じゃーんみたいな、日本一長いポテトっていうのがあるので、ちょっとこれを食べてみようかな。お腹空いてん、めちゃくちゃ。あ、なんかテレビでも紹介されてる。行こう、行きましょう。私はこのトルネードポテトのこのね日本一長いやつにして、バター醤油味にしました。見て、やばくない？めっちゃ長い。で、ここまである。いやー、じゃあ食べまー。見てこれ、めっちゃ長くない？うわー、こんな感じでロングで釣り切りません。これが日本一長くて52センチ、800円しました。あ、で、コンソメが一番人気らしいんだけど、スタッフ人気のバター醤油味にしました。じゃあいただきます。うん、うん、うん、これ片手で食べるのがめちゃむずい。なんかポテトチップスの分厚くてちょっともちってしてる感じする。これ1個のポテトを全部くる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 ってカットして伸ばしてんねん。すごくない？1個やで、1個。なんかこうやって食べるとなんかここのここに当たって食べづらいから、もうこれはこうやって外してしまいまして、ポテトチップスのように食べるのがおすすめです。うん、はい、食べ終わりました。ごちそうさまでした。簡単に説明をすると、フリフリポテトのカリッとしててもちっとしててもなんかちょっと形が違う感じが分かりやすいと思う。でも結構パウダーかかっててしょっぱいので、友達とシェアとか、あとは、ドリンクを持ってる方がいい。私も麦茶を飲みました。なのでまあシェアがおすすめかな。この後は今結構ジャガイモでお腹がいっぱいになったので、私といえばっていうところに行ってきたいと思います。はい、じゃあ行きましょう。着きました。ここアニマルのアイスのところです。最後はこれを食べて締めたいと思います。何を頼むでしょうか。じゃーん、今日は豚さんから始まり豚さんで終わりたいと思います。見て、2匹にしちゃった。いちご味と、いちごミルク味の豚さん。下がミルク。おいしい。
なんか、あ、やばい、スリムな豚さんになっちゃった。最初さ、YouTube を始めた最初の方に違うお店に行ったの、アニマルの。それをすごい思い出す、懐かしい。でもあれ以来食べた、初めて。前とは移転したんかな、同じなんかな、名前忘れちゃった。いちご味食べます。いちごのが好き。もうちょっと豚さんではなくなってしまいました、ごめんなさい。アニマルアイスはなんかこう形になってるから、すっごい急に溶けてくるから、あの食べるときは秒速で写真を撮っていち早く食べることをおすすめします。じゃないと本当になんか見かけ以上に溶けやすくて、だから、うん、早く食べるのがいい。原宿あんまり来ないから、こういうアイスとかさっきのポテトのやつとか、なんか原宿にいるみたいな、なんか竹下通りいるみたいな気持ちになる。はい、最後の一口を食べたいと思います。ごちそうさまでした、美味しかった。うん、はい、ということで原宿 Vlog でした。いかがでしたか、小豚さんから始まり小豚さんで終わるという、一日をお届けしてみました。久しぶりにね、竹下通りに来てみたんですけど、いろいろもう変わった食べ物とか、まあ、チーズドッグとか、なんか新大久保よりもなんて言うやろ、ちょっと珍しいものが多いなって思いました。なのですごいやっぱ観光客の方とかね、あと中高生にすごい大人気な感じが分かりました。でもたまに行くとすごく楽しいので、よかったら皆さんも行ってみてください。私はこの後打ち合わせとかがある日なので、今日はちょっと短いんですけど、この辺で終わりたいと思います。またおすすめな場所とかあったら教えてください。ということで最後まで見てくれてありがとうございました。バイバーイ。